皆さんこんにちは、ともです。今日は久しぶりに朝から、スイッチ、任天堂スイッチをやってたんですけど、今週ちょっと面白そうなゲームを YouTube で発見したのでダウンロードしてみました。ゲームの名前なんですけど、こちら、モンケージというゲームです。M-O-N-C-A-G-E でモンケージです。で、YouTube の動画を見てみると、ダウンロード版のみがありまして、1520円ということですが、今日の朝ダウンロードしたら、今日11月の12日なんですけど、200円ぐらいで、買えましたので、これを紹介したいと思います。正直言って難しいです。難しいので、撮影しながらやったんですけど、10分ぐらいで、ちょっと難しいなと思いまして、それでも撮影で続けてたんですけど、だいたい30分ぐらいで、少しちょっとヒントも、ヒント見れるんですけど、このゲーム進めていくと、ヒントも自由に見れます。ちょっと時間制限あるんですけど、ヒントも見れて、こういうご時世なので、家にいても少しファンタジックなゲームをできるという意味で、手軽に楽しめる、あんまり高くないというところで、何週間もやるゲームではなくて、ちょっと息抜き程度に、10分、20分っていうところで、難しくなったらやめるっていうふうにやっていくゲームだと思います。それでは、動画、プレイしてる動画、見てください。はい、それではやっていきたいと思います。モンケージ、はじめは、英語の表示でしたので、後で変えることが可能です。スタートします。ここで、カメラの入った箱のようなものと、上の方に、ボタンの説明が最初出てきますので、ボタンを動かし始めます。このスティックを動かしていきますと、少しずつ、箱が回転していきまして、箱の一つの面が違う画像が入っています。でそこでズームインして、でここでズームインすると箱の中を見ることができました。でここでまた、R スティックを回すことで、いろいろな画面を見ることができます。それで、違った絵が出る面というのがだんだんと増えていきます。まだこれは一面だけ違う風景なのですが、ここですね、今2面になってます。で、気になるとこズームにズームアウトしながら、いろいろなオブジェクトを調べていくようになります。ここで ZR を押すことで、気になるもの、キーとなるパーツがこうやってハイライトされて見えてきますので、このハイライトされているもの、特に、濃い色でハイライトされているものは、動かしたり、それが、直近の次のヒントになる場合があります。こうやって動かすことができます。これオブジェクト2つ、レバーと、ハンドルを動かしてるんですけど、あまり意味がないそうです。で次の画面に移っていきたいと思います。今右側の画面少しずつ見ているのですが、こうやってオブジェクトを動かしながら、どのように絵合わせができるかっていうところを確認します。合わせた近くになってきましたので、スティックを回しながら少しずつ絵を合わせていくということになります。これ右側に今ポイント出てるので、ここに
ょっとハテナマークが出ると、ヒントが、出てきます。でヒントっていうのは特にコイン と、失うものがないんですが、一つヒントを見たら、次のヒントまでまた時間をかけなければならないということで、今は、使わないでおきます。私これ初めてなんですけど、こうやって、ボタンをゼップアロー押していくと、ここのパーツが気になるというところで、少しずつエアワークを考えながら、ここですね、近くなってきました。今絵が合いましたので、これで動くものを動かしますね。そうすると、なんかと物語が進んでいくという、まあ結構、とにかくも、静かなおとなしいゲームですが、まあいろいろ観察しながら進めていくということになります。次ですね、こちらは、クレーンのようなものを、2つの画面でどのように絵柄を共有するかという、今、絵合わせの状態になっております。初めてなので少し時間かかっています。これ今違う面の、声に出てきました。ここで、まあ、まだ何に使うかわからないんですが、写真のようなものが、いくつか、今後出てきます。これはちょっとそこまで僕進んでないのでわからないんですけど、メニューの中のアルバムで確認することができます。こうやって画面切り替えるたびに、ゲット R を押してみて、どのオブジェクトが、次のヒントになるかというところを確認しながら、進めていきます。ちょっと私進化最初悪いですね。もう少し、プレイを見ていきましょう。でもちょっと色、絵が合わなそうなので、他の画面に行きたいと思います。このクレーンのようなものが今濃く光っているので、それと合うものが何かないか探していきます。ここですね、ありました。ここで右側のオブジェクトがありまして、今箱の上側も水がジャージャー流れるような絵になっています。この絵が描かれています。そうすると、だんだんオブジェクトが開いていったり動いていったりして進むということになります。この先見ていきましょう。こちら、上の画面と、手前の画面で光っている、まあ、滑車のようなものが、エアワークできそうですが、まあ、エアワークしようとしても合わない状態になります。まあ、これは基本的に絵が足りないということになります。まあ、あまりプレイしてないんですけど、そう思ってます。この時ちょっとまだ気づいてないんですけど、絵を一生懸命合わそうとして、それでも絵が合わない状態、絵が反応しない状態ですので、ちょっと一度諦めまして、他の画面を確認していくという形になります。この赤いオブジェクトのものは動いたり、動かしたり、引っ張ったりできるという、ここでまた写真を手に入れましたが、写真はどういうところに光るのかはちょっとまだ分かりません。滑り台、今回の動画はここまでまだ進んでないんですけど、この滑り台の使い方も少し難しかった、そう記憶しています。
まだちょっとこの歯車、滑車のところが手が合いません。まあ、これ始まってまだ10分ぐらいなんですけど、この10分ぐらいのところで結構つまずいてしまうというゲームです。まあ、慣れてくれば面白さを感じることができるかもしれません。バルブを回すと水の水位が下がってきました。そこで下にこの滑車のパーツのようなものが、この車輪じゃないですね、このちょっと左側にある滑車のパーツのようなものが少し気になります。ここも何か合いそうですね。合わそうとしてます。トリックは絵があったところでレバーを回す と、上の画面になりますオブジェクトが動くというもので、まあ、この動きが他の画面とどうやって関わってくるかというところが難しいです。今手前の画面のこの鍵のようなものと上の画面のこのフォークのようなものが何か合いそうだなと気づいたところです。こうどのように動かすのか、これフォークのものが少し端に寄ってしまったので、これだと今この角度で向こう側の画面のシャッターの鍵とは少し合いづらい状態になっています。また写真が出てきました。写真は撮ったところがあったと思います。これはまあレバーが左と右でしか動かないので、ちょっと先が止まっていますが、もう少し、待ってください。これ要は3つ今発そうなものがあって、1つはこの車輪のようなもの、もう1つはクレーンのようなもの、もう1つはフォークのようなものっていう、今3つを、プレイしていた時の僕がどのように気づくかというところを、見てみてください。少し時間かかってますね。もうご覧の皆さんは分かっている方もました。これで一度下のレバーだけを動かす。次に手を合わせてまたレバーを動かすと、このフォークのようなものが一つ右の方に動くというところで、ここでこの鍵を手合わせしますと。続きご覧になりたい方はリクエストください。お願いします。